ジャマイカの歴史。ジャマイカの歴史では、カリブ海に浮かぶ、立憲君主制国家の島国ジャマイカの戦死時代から、現代までの歴史を扱う。南アメリカ、現在のオリノコ川流域から、カヌーで移住してきたタイの族、アラワク族は、11世紀頃までにはジャマイカに定住し、魚老、採集を営みながら生活した。一説には、 ジャマイカという単語は、森と水の国という意味を持つタイの語の、ザマか、ザイマかから来ているともされている。1494年5月4日に、スペインの探検家、クリストバルコロンが2度目の航海でハマイカ、スペイン語でジャマイカに上陸。1503年、コロンブスは4度目の航海で再び、ジャマイカに上陸し、船の修理を行う間の1年間を、 オーチョリオス近郊で過ごした。その後ジャマイカは1509年に、スペイン人のコンキスタドール、征服者、フアンデエスキベルによって征服され、島をハマイカからサンティアゴに改名した。スペインの司教バルトロメデラスカサスは、スペインの征服者によって、先住民がひどい扱いを受けていたことについて、インディアスの破壊に関する簡潔な報告を書いている。 彼は、スペイン人は大の族をキリスト教に回収すべきだと信じていた。結果的には、スペインのジャマイカ征服から50年も経たないうちに、10万人いた大の族、アラーク族は、スペイン人の持ち込んだ薬病、奴隷制度、及び戦争によって絶滅してしまった。1517年、スペインはジャマイカに最初の黒人奴隷を連行した。 1538年に首都がジャマイカ最初の町、セビージャヌエバからゲンキングストン近郊のビジャデラ、ベガ、現在のスパニッシュタウンに移転した。各地にサトウキビのプランテーションが作られ、その労働力として西アフリカから多くの黒人奴隷を連行した。1640年代までにはジャマイカには美人がいるという評判も立ち、 多くのスペイン人がジャマイカに引き付けられた。その一方で、1555年から1655年の100年間、スペイン領ハマイカ、ジャマイカはスペイン語でハマイカと読まれていたが、多くの海賊による攻撃を受けることがあった。また、ジャマイカでは金などの鉱産物が産出しないことが確認でると、スペイン人は徐々に植民地支配の意欲を失っていった。 1642年にイングランドでピューリータン革命が勃発し、オリバー・クロムウェルが五国教に就任してイングランド共和国の実権を握り、オランダとの海上覇権をめぐる争いの中で1652年に解放を制定して重症主義政策を進めていたが、クロムウェルは第一次エ乱ラン戦争に勝利した後に政報計画を発令し、スペインから 西インド諸島の覇権を奪うために、イスパニョーラ島の略に取り掛かった。しかし、イスパニョーラ島の防備が固かったために、サントドミンゴ攻略に失敗したイギリス軍は矛先を、ハマイカに変更し、1655年5月、イギリス海軍提督ペン、アメリカ合衆国のペンルベニア州を創設した、ウィリアムペンの父と、ベナブルズ将軍が侵攻、この島を実行支配した。 1657年に海賊とスペイン軍の攻撃からの防御のためポートロイヤルに首都が移転された。1650年にアイルランドを征服し植民地化していたクロムウェルはアイルランド人年期奉公人をジャマイカやバルバドスに送り込んだため、現在もジャマイカの地名や人名にはアイルランドの影響が見られる。1657年と1658年には キューバから航行したスペイン軍が島を取り返そうと進行するが、オーチョリオスとリオヌエボの戦いで敗れた。イギリスは1661年に完全な植民地化を始めて、1670年にマドリード条約を通して正式にスペインから獲得した。1692年には都市が形成されつつあった。当時のジャマイカの首都ボートイアルに大地震が起こり、首都は 壊滅状態となった。このため、イギリスは、スペイン領時代の首都、ビジャデラベガを、スパニッシュタウンに改名し、首都として再建した。スペイン領時代から、過酷な労働を強いられた黒人たちは、プランテーションを逃げ出し、中央部の山脈にこもって、山中に集落を形成し、指導者のもとで、自給自足の生活を営みながら、奴隷解放を目指して、活動を始めた。 マルーンと呼ばれるこの逃亡奴隷たちは自由を求めてイギリス植民地政府に対する反乱を繰り返した。マルーン放棄の最大のものは18世紀初頭、駆除に引きられた第一次マルーン戦争である。マルーンは土地勘のないイギリス軍をゲリラ戦で苦しめ、戦争は1739年の停戦合意で終結するが、 この時マルーンは完全な自由と600ヘクタールの土地を得ることとなった。これによって何世代もアフリカ独自の文化が受け継がれることになり、現在のジャマイカ文化を特徴づけるものとなる。しかし、以降マルーンは自治を守るために、イギリスの傭兵とな、黒人を弾圧する川に回ることにもなった。1760年のタッキーの反乱は、当初は一地区で起こした。 小規模な暴動であったが、柴叩く間に、あちこちに飛び火し、前頭を揺るがす大反乱に発展していった。1789年に、フランス革命が勃発し、ルイ十六世が処刑されたことによって、イギリスがフランスに干渉することを決定すると、1793年9月に、ジャマイカからもフランス領三度までの八革命に、介入するための軍隊が派遣された。 1795年には、第二次マルーン戦争が勃発した。旅重なるマルーンたちの反乱を見て、1807年、英国議会はアフリカ、ジャマイカ間の奴隷貿易を廃止した。しかし、黒人奴隷の奴隷制廃止の要求は強まり、1831年、奴隷であり、バプテスト教会の説教師であった、サム・シャープが起こした反乱、バプテスト戦争は、 マルーン傭兵の力を得たイギリス軍によって10日間で鎮圧された黒人を精神的に支配するはずだったキリスト教が反乱の指導権利として機能した点で英国議会で議論された結果1833年奴隷制度廃止法案が英国議会で可決され6歳以下のすべての黒人の子供は自由となったその後1838年8月1日に 土定制度も廃止され、黒人は貧しいながらも完全なる自由を獲得した。黒人のほとんどが給料地帯に定住して所有する狭い土地を開墾する道を選んだため、大農園の所有者たちは安価な労働力を新たに他から得なければならなくなった。このため、1840年代から1910年代にかけてトリニダード島とジャマイカでは、インド、アフリカ、 中国、清ポルトガル領マデーラ諸島から年期暴行の契約労働者がジャマイカにやってるようになり、ジャマイカには約4万人のインド人と約1万人のアフリカ人が流入した。1865年にはバプテスト派のポール・ボーグル、牧師がモラント米の反乱、ジャマイカ事件を起こした。この反乱もマルーン傭兵部隊とイギリス軍によって鎮圧されたが、事態の収束のため、 英国王室が介入することになり、黒人や有色人種の政治参加を排除するために、植民地議会制度が廃止され、ジャマイカは、王領直轄植民地となった。1872年には首都を公安都市として、発展したキングストーンに移した。1870年に、それまでの砂糖機ビのプランテーションに変わって、 バナナのプランテーションに幸い品目の転換が図られたために19世紀後半にはバナナプランテーションがアメリカ合衆資本によって開発されバナナが砂糖に代わって重要な輸出商品となった。しかしこの産業構造の転換のために多数のジャマイカ人労働者が失業し多数のジャマイカ国人がアメリカ合衆国やキューバ東部コスタリカニカラグアホンジュラス パナマ地境などのカリブ海沿岸に移住した。現在も中央アメリカのカリブ海側に英語を話す黒人が多いのはこのためである。1914年にマーカス・ガーベイがキングストンで世界黒人地位工場連盟、ウニアを結成した。その後、ガーベイが指導したアフリカ機関運動は失敗に終わったものの、その後の CLR ・ジェームズ、エリック・ウィリアムズらによって始められる。 カリブ海における黒人的なものを肯定的に捉える運動の先駆けとなった。1920年代になると佐藤産業の衰退に伴って都市に流入した新たな労働者層の組合が作られた。1930年代の世界的な大恐慌では中産階級と賃金労働者階級に重大な影響を与え、昇給などの労働条件の改善を求めて、 暴動やストライキが多発した。1938年には、その暴動は大規模になり、全国に広がった。この時の指導者、ノーマン・マンディー及びアレクサンダー・バスタマンテは、その後、労働組合を基盤におのおの政党を決闘する。ノーマン・マンディーは1938年に、人民国家党を決闘。その5年後に、ジャマイカ労働党が、バスタマンテによって創設される。 両党によるイギリス議会への働きかけもあり、1944年、ジャマイカに関する直令により、普通選挙による議会が設置され、同時に総選挙が実施された。これにより、ジャマイカでも二大政党制が確立した。第二次世界大戦終結後、疲弊したイギリスは徐々に植民地政策を変更し、1947年にジャマイカのモンテゴベイで、 イギリス領西インド諸島の代表とイギリス植民地省による会談が実現し、イギリス領西インド諸島の連合国家の建設準備委員会が設置された。こうした動きにより、1956年にトリニダード島のチャガラマスに首都を置き、イギリス領ギアナとイギリス領ホンジュラスを除いた、イギリス領西インド諸島の10の植民地による西インド国が建設された。 1957年にはジャマイカに自治政府の設置が認められたが、ジャマイカのマンディーやバスタマンテ、トリニダードのエリック・ウィリアムズといった有力者は西インド連に参加しなかったために、連邦は当初から機能不全を起こし、バルバドスのグラントリー・アダムズが首相に就任した。1959年に人民国家党のマンディーがジャマイカ自治政府の首相に就任したが、 対立するジャマイカ労働党は西インド連邦からの脱退を唱え、1961年9月に行われた連邦脱退の是非を問う住民投票で脱退派が勝利したためにジャマイカは連邦から脱退し、正式に1962年8月6日に独立する。8月31日にはウィリアムズ博士の指導のもとでトリニダードトバゴも独立し、 ジャマイカは292年間の英国支配を脱し、カリブ海営領植民地の中で最初に独立を達成した。1962年の独立後、初代首相にはジャマイカ労働党 JLP のバスタマンテが就任し、9月には国連に加盟した。1967年にも JLP サイが勝利した。1969年には比較保有条約に調印。 変動がアセソーバーなども導入した。1972年には、人民国家党、PNP から出馬したノーマン・マンリーの息子のマイケル・マンリーが選挙に勝利し、貧困対策を行うも成果は上がらなかった。1976年の選挙は PNP 派と JLP 派の激しい対立の中で行われたが、貧困対策の継続を掲げた PNP が、再び勝利した。 マイケル・マンリーは、資本主義体制下での国民生活向上の困難さを訴えて、内政面では民政社会主義、外交面では非同盟中立を宣言し、ジャマイカの社会主義化を目指した。この路線により主要産業だった貿易サイト産業は、反国有化され、共産主義国キューバのフィデル・カストロ政権への接近がなされた。しかし、アメリカ合衆国の 内政干渉などによりこの政策は成功しなかった。1980年の選挙は、アメリカ合衆国とキューバの代理戦争とも呼ばれ、両国に支援された両派の激しい抗争のために655人の死者を出した市街戦を伴い、得票率で与党の PNP は、敗れ、JLP から出馬した、新米派のエドワードシアガが勝利した。シアガ政権は、 キューバとの関係を縮小して1981年10月に国交を断絶し、アメリカ合衆国との関係を重視したために、合衆国からの経済援助がジャマイカにもたらされて一時的に経済状態改善したが、シアガは経済政策に失敗し、累積債務の拡大を招いた。また、新米政策により1983年のアメリカ軍による社会主義グレナダ。 ニュージュエル運動政権へのグレナダ侵攻にヤマイカ軍を派遣し、現在までグレナダ、ジャマイカ両国間の関係に微妙な影響を残すことになった。1988年にはハリケーン・ギルバートが直撃し、国民の25%が家屋を失う大惨事となった。1989年の選挙では再び PNP のマイケル・マンリーが勝利したが、 マンリーは1991年に引退し、副首相のパーシバル・パターソンが昇格した。1993年、1997年、2002年の選挙でも PNP は勝利し、パターソン政権は長期政権となった。2006年の選挙により、PNP からポーシャ・シンプソン・ミラーが当選し、ジャマイカ初の女性首相となった。2007年の選挙により、 JLP からブルース・ゴールディングが当選し、首相に就任した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。